もう朝か。今僕見ての通り家にいるんですけど、今日はね髪の毛を切りに行くんですよ。前の仕事辞めてから8時に1回アラームかけて、でその後8時半にもう1回アラームかけてね、で大体8時40分ぐらいに起きるんですよ。でまあ実家なのでね、まあ、ここ2階なんですけど、で下に降りていって、まあ、ご飯食べて、でまたここに戻ってきて、でまた編集ね、ずっとやったら編集するだけみたいな、普段はそうなんですけど、今日はねほらよいしょ、ちょっと起き上がろうか。ちょっと髪の毛がねほらだいぶ伸びてるんですよね。今日はねちょっと髪の毛を切りに行きます。で今日はドスコイの休日、ちょっと揺れて申し訳ないんですけど、今日はドスコイの、ね、休日はどんな感じかっていうね動画を撮ろうと思います。ドスコイの休日気になりますよね。気にならないですかね。ちょっと、まあ、でもちょっと撮ってみます。で今下でご飯食べて2階に戻ってきたんですけど、今からお着替えですね。お着替えとか言って、これね一応寝巻きなので、この周りは外に出れないので着替えようと思います。なんとか着替えることに成功しました。ほら服変わってるでしょ、ほらね、着替えたんですよ僕。ほらこれ ねズボンもちゃんと履いてるでしょ。まあいつもジーパンなんですけどね、ジーパン、これジーパンだな、あジーパンジーンズ、まあまあいいや。でこれがはい僕の抜け殻です。まあ後でねちょっと綺麗にしますけどね。はい、でまあこのね、まあ体勢が整ったのでね、服ちゃんと着たので、あ今から出かけようと思うんですけど、その前にねこれってあれですけど、ほらあのねプリンちゃんが、ね、暴れてるんですよね。あプリンちゃん、はい、ほら餌ちょうだいって言ってるんですよ。ちょっと水汚れてるんですけどね、まあ帰ったら綺麗にします。ってことでね餌あげます。はい、また餌あげるとねまた汚れるんですけどね、ちょあげます。はいポン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 。今日はね、まあ、いつもは口に直接にあげるんですよ、手でねあげるんですけど、まあ、今日ちょっと省略ってことでね、今日は動画撮影中なので 1,2,3,4 いつもねこのねこの塊5つあげます。だいたい5つぐらいちょうどいいんですよ。やっぱり先水替えすることにしました。やっぱ汚いですからね、思ったより汚かった。これ給水セットというか水を抜くセットですよね。まあ、普通はねこれごと持ち上げてバーンってやると思うんですけど、僕力があんまないのでね、これ吸うんですよ。これでポンプみたいにねいつも、ね、吸ってるんですよね。チュンチュンチュン、ほらこうやってね、こうやってねやってて、よしポンポンポン、水が流れてるの見えます。ちょっとね今ちょっとカメラの向き変えれないですけど、これでこうやってね今こうやってです、これこうね、これねこうやってやってるんですよ。はい、水全部抜いたので今から綺麗な水を入れます。よいしょ、汲んできたんですよこれ、ほらね綺麗な水でしょ。はピューってね、でねこのピューってこれにね入れると遅くなるのでね、いつもねこうなります。これを取ってよいしょ、ドバー、ほらほら早いでしょね、できる男はねこうやってやるんですよ。はい、水替えも終わったので駅に向かいます。まあ諸事情によりこの角度なんですけどね、今から散髪しに行きます。はい、ってことで髪切りました。どうですか、どうでもいいですか。なんかすごいすっきりしてね、いい感じですよ。なんか心なしか顔もなんかちょっと痩せたような気もするし、まあ最近のせいかな。まあここね難波なんですけどね、これこれ難波を果てなんですよここね。でまあ今日はね、まあ、休みなので、そう言ってなかったですけど今日休みなんですよね。今日は YouTube 活動休む日なんですよ。まあなのに撮ってるんですけど、そう、まあ、これはねもういつも言ってると、まあ、病気なのでね、もう手が震えてくるのでね、撮影しなかったらこれ手が震えてくるのでね。そうだから、ね、皆さんね実はねこれルーティン動画じゃなくてね、皆さん僕の病気の症状を見てるだけなんですよね。わかりますか。そうでね、今日はなんで難波に来たかっていうとね、まあウォーキングですよね。僕なんか山に行ったりとかね、なんか一人じゃないですか、
でも同じ山とかね、あとまあ家の周りとかでね歩いてもまあつまんないので、たまには難波でも歩こうかなと思って、うん、今から難波でウォーキングして、まああとなんかご飯食べて帰るかな。うん、何食べようかな。クワイナ食べようかな、それかヤバトンか、ちょっと分かんないですけど、うん、でね、忘れたんですけどね、僕今日難波に来た理由もう一個あったんですよ。これこれ野上、見えない見えないけど、これ野上、あの生食パンってね最近ね流行ってるでしょ。 それ食べたいなと思ってね来たんですけど、もうちょっと今ちらっと見えましたけど、休み、今日なんで休みな、今日ね定休日じゃないらしいんですけど、これほら見て、これ全社研修のため臨時休業いたします。休業1月8日今日。うーん、だから今年ねやっぱり運がいい時はすごくいいんですけどね、野上じゃない、あのヨギ棒とかね当たったりとか、運いい時はすごくいいんですけど、悪い時はとにかく悪いんですよね。うん、なんで今日ちょうど休みなの。多分ね野上ってね、多分あのあれ定休日ないはずですよ、ちょ知らないですけど。まあ、で今ネットで調べたんですよね、他にそういう高級パンの店ないのかなと思って。そしたらもう一個ね、あ、なんか3つあるらしいんですよね、そういう生食パンの店ってね、なんか有名なとこが、うん、で一つはさっきの野上で、あれが一番有名なのかな。一番有名の食べたかったな。まあまあいいや、まあ、しょうがない、休みはしょうがないですね。さ、僕もね休みは今日休みですからね、うん、まあ一緒だ、まあいい。で2つ目がね、なんかちょっと名前忘れたけど、なんとかって店があるんですけど、それはね、あのパブロっていうチーズケーキ知ってます？あれのお店がやってるお店らしいので、じゃあいいやと思ってねもっとあのそんな片手間にやってるとこじゃなくて、ちゃんとそのしっかりとねパン専門でやってるとこがいいなと思って、うん、もう一個あるらしいので、それね、ナンバーパークスの近くにあるみたいなので、で今日はねもう決めました。今日はあのこの前ね、このラドスコイドも1回出てきたんですけど、あのクワアイナっていうね、あの本格的なハンバーガーのお店ねに行って、その帰りにその生食パンを買って帰ろうと思います。タピオカ、普通ね専門店以外のところタピオカ飲むと美味しくなかったりするんだけど、この前なんか牛角で飲んだ タピオカミルクティーなんかも最悪だったんだけど、これはね美味しいです、ここのは。うん、はい、今回はクリスピーチキンっていうのを頼みました。もうポテトはね飽きちゃったから、うん、ちょっと変わったやつにしました。タルタルソースにつけます。おいしい、これ、うん、これね難しいんですよね、これね、こぼれないよ、それでこれに入れて食べるんですよ。で、よいしょ、いけるかな。あ、トマト落ちちゃった。僕ね不器用なんですわ、皆さん知ってると思うんですけど、うん、でね、これね最初普通にガブって食べて、その後ねこれマスタードとケチャップ置いてあるんですけどね、これね置いてあるんですけど、これをねブワーってつけて食べるんですよね。それがねアメリカンスタイルなんですね。うんうんうん、僕そういうの好きですよ、そうジャンクな感じね。うん、はい、食べます。うわー美味しそう。で今家に帰ってきたんですけど、これね、あの野上開いてなくて、あともう一個のなんか名前忘れましたけど、なんとかところも開いてなくて、で難波市で歩いたらねこういうお店があったんですよね。明日が楽しみすぎて、これ名前がね面白いですよね。うん、あ、いい、すごいいい名前ですよね。明日の朝が楽しみっていうことですよね。うんうんうん、だからあの野上よりも、野上とかもう一個のとこよりもいいとこに出会ったじゃないかな。うん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 、そうでね、あ、そうそう、あの調べてみたんですけどね、野上ね、あのホームページでね、難波店、僕が行ったのあれ難波店なんですけどね、あの難波店ね、あの定休日
ないんですよ。定休日ないから基本的に365日空いてるんですよ。空いてるのに僕が空いたその1月20日かな、今日ね、今日だけ空いてなかったんです。なんで僕が空いた時だけ空いてないの。従業員の研修かななんかかで空いてなかったんですよ。臨時休業みたいなね、で空いてなかったんですよ。まあまあでもね、動画のネタになったのでね、あそこでドスコイがね、うーんとか言ってる方が見てる方としては面白いでしょね。だからむしろあれは運が良かったんです。常に空いてるはずの野上が閉まってるという奇跡。僕は運がいいんですね。はい、じゃあこのね、まあ、その代替品として買ったこのね、明日が楽しみすぎて、これ高級チョコ、これですよ。これね、2斤っていうんですかね、で800円しますからね。まあ高い、まあ高いですよね、まあ、ちょっと僕よく分かるパンの値段のことあんま知らないんですけどね。ね、まあ、まあこれね、ちょっとじゃあ一回食べてみます。もうなんだか2分ぐらい喋ってますけど、はい、じゃあいきますよ。あ、でね、まあ高級食パンのことあんま知らない人のためにね、あのこういう高級生食パン最近流行ってるんですけどね、これはね、あの生で食べるのがなんか主流というか、なんかまあこの少なくともこのお店のホームページに書いてあったんですけど、その買った当日と翌日はもう生でそのまま食べてくださいって書いてました。でそれよりあと2日後以降は、あれ何だったっけ、なんかあるし、ジップロック違う、まあ分かんないですけど、まあ、なんかにくるんで、うん、あの冷凍して食べたらいいらしいですよ。はい、じゃこれ生で食べます。ヘタじゃないこ、ね、なんか白いとこだけね。はい、うん、あー、うん、あー、あ、ほんのり甘い。うん、なるほど。まあ食パンは食パンなんですけど、普通にね、食パンな、まあもちろん食パンじゃなかったら食パンじゃないですもんね。まあちょっと何言ってるか分からなかったけど、普通の食パンがもうちょっと弾力を増して、であのちょ、いや若干甘みがついてる、なんかこれ生クリームとかちょっと入ってるらしいんです、ちょっとね。だから多分思うのは、あの高級食パンって言ってね、思って食べるじゃないですか。だからね、そう期待値が上がってる状態でやっぱこの高級食パンで食べることになると思うんですよね。高級生食パンかはね、どんな美味しい味がするんだろう、びっくりするような味がするのかなと思って食べてみたら、あ、ちょっと普通のパンよりもほんのり甘くて弾力あるぐらいだなみたいに思うかもしれないですね。でもね、何回も何回もその後ね、もう食べ続けると、あ、でもこれ美味しいなっていう感想になるものだと今僕食べて思いましたよ。うん、はい、ってことでドスコイの日常の動画でした。なんか多分半分以上これの試食の動画になっちゃった気がするんですけど、うん、まあでもね、あの見てもらってありがとうございます。裏ドスコイね、見てもらってありがとうございます。これからまたね、日常動画、まあ好評だったらまたするかもしれないです。はい、ってことでさよなら。